カメラが 半分だからもう下りだな。渦の、あ、別にいいよ。ケツみたいなとこしかない。よし、やびつとけだぜ。もう山で厄払いもしたし、いいこと起きんぞこれ。今日はあそこ行くでしょ、見晴らしみたいな。あ、行く行く、当たり前じゃん。何のためのやびつとげ、何したっけ。あの花台じゃなかったっけ。あ、そうそう、毎回忘れちゃうんだよ、あるその矢筆峠、矢筆峠とか大山とかにさ。どっちかというと戸川神社は戸川公園忘れてた。覚えてるから大丈夫だよ。戸川くん、こうね、動画をね、上げるときに忘れちゃう。ちょっとあれでセブン寄ってたら真っ暗で心道何も楽しくない。暗いから、帰りは暗いだろ。菜の花台はさ、夜景綺麗だからいいけどさ、行きぐらいはだって見えてないと楽しくなくない。せっかくやびち往復するからさ。やびち峠、どうしました。あー、そこが近い。あ、バスがいる。
ギエフザンギエフ、この車ザンギエフってなってる。あすごいね、いつ見てもいいよ。おリアルファイト、リアルファイトのちょっとゲームリアル瞬獄殺って一番怖いのこれさ、動物飛び出してきたら終わんだよね車。車が多少の傷だけど、うん、
車が怖い、どっちかっていうと。さっきみたいに。なんかちょっとライト落としてくんないと思った。なんでそのハイビームのまま巻き上がったのないと思った。さすがにちょっと無理。見えない。あの、両側が見えないからさ、ハイビーム。ついてなかったよ。気づいてないの？いやでもバイクだから気づかないってことはないよね。さすがライトないのは無理だよ。タイヤは、まあ、多分それだから2人ついてたんだね。もしかしてハサミ打ちのあるよ、うん、壊れちゃったのかもしれないね、ライトが。ライトね、うん、なんかそんな感じした。やっぱ挟んでるように見えたよね、ライトついてる人ね。バイクはね厳しいね。なんかすげえ、だってバイクの割にはちょっと距離感近かったからさ、彼があんまりだから結構背負えないじゃん、荷物。背負えないね。まあ車もそうなんだけど、でも大体車って片面どっちか潰れるじゃん。潰れるね。両方潰れるってことないでしょ。まあね。それだけまだなんとかなるんだけど、バイクは1個だけだからね。バイクはね、1個崩れたらもうそれまでだから。とりあえず下に行ってどっかでライトつけるまでは。そう、怖いのは。いや山道は確かに危ないわ、あれ、うん、あれ挟んでもらわないと、うん、見えないから相手が気をつけても多分引かれるよ。だったらすべてさ、スマホのライトをつけながら行ってくれた方がまだいいよね。なんかいや、あんまり見ないと思う。あ、そう。運転のそのライト。ライトで多分車のライトに書き消されるかも。ちょっと危ないと思う。だから友達と一緒でよかったねとしか言えない。左右の距離感つかめないから、ごっつんこしてもいいならいいけど。そこバス、バスでいいね。